シスとともにじゃなくてスターウォーズともにあらんことを。どうも未熟でございます。今回はね、2019年12月20日いや待ちに待ったね、12月20日、こちらのね、2作品が公開されました。まず一つはね、スターウォーズエピソード9、スカイウォーカーの夜景とね、もう一本、ドリームワークスのね、アニメーション、ヒックとドラゴンのね、3作目、聖地への冒険ね、どちらもね、3部作の、完結編ということですね。まあ、朝ね、ヒックとドラゴンを見て、昼にね、スターウォーズを見ましたね。で、今回の動画ではね、こちらのスターウォーズをやります。で、こんなの売ってたんですよね、プレミアムムービーチケね、今月のね、6日からね、まあ、オンライン限定でね、発売されたねスターウォーズね、もうこれ壮観でしょう。スターウォーズ全9作品のねポスターの絵柄のね、ムービーチケのセットになってますね。9枚セットね、これ全部ね、スカイウォーカーの夜明けのね、ムービーチケになりますね。だからね、これ合わせたら、ね、全部でね、10回ね、見に行きますね。で、12月20日公開のね、スターウォーズスカイウォーカーの夜明けをね、公開初日にね、12月20日、広島ボルトイレブンで、IMAX3D で、見てきましたね。で、IMAX のね、特典がね、こちらのメガネ拭きでしたね。まあ、メガネ拭きというかクリーナーですね。まあ、広島ボルトイレブンではこちらね、特典になりますね。で、広島、バルト、エレバって、ね、書いてますね。まあ、どちらかというとね、ポスターからね、クリアファイルが欲しかったけど、まあ、まあ、こちらでもね、嬉しいですよね。まあ、12月20日ね、平日だったんですけども、まあ、真ん中の席がほぼ埋まるぐらい、まあ、全体のね、7割ぐらいの席がね、埋まるぐらいは入ってましたかね。うん、まあ、さすがね、コスプレしたつわものはね、いませんでしたけども、まあ、ほぼね、老人かなと思ったらね、まあ、半分ぐらいはね、まあ、お年寄りだったんですけども、まあ、結構ね、若い女の子はね、見に来てたってのがね、印象的でしたね。うん、グッズの販売もね、まあ、僕らのようなね、まあ、オタクのさんばっかりかなと思いきやね、なんだね、若い女の子たちがね、スターウォーズのグッズをね、買い漁ってたっていうのがね、あれはびっくりしましたね。うん、グッズ見てたらね、まあ、一人で見に来てたね、若い女の子はね、鼻息を荒くしてね、なんか物色してたのがね。まあ、その子ね、僕の隣の隣の隣のね、席でね、見てたんですけども、まあ、見てる時もね、鼻息がね、聞こえてきましたからね。まあ、その子だけじゃないですけどね、まあ、バシバシね、まあ、バンバンね、買い漁ってましたね。僕はそんなに、ね、グッズ買ってないんですけども、まあ、まずはね、限定版のパンフレットですね。まあ、これ、1300円するんですけどもね、でもね、94ページあってね、なんかすごい見応えあるんですよね。まあ、今までのね、作品もね、振り返りますしね。これはいいっすね。で、次にね、3D のね、下敷きですね。レンチュラーの下敷き。こうやってね、3D になってですね、もうカイロレンが飛び出してますね。で、これがすごい。まあ、クリアファイルですけどね。シスのね、方たちが集まった、クリアファイルの、3枚セットですね。これはめっちゃかっけえと思って、ね、買っちゃいましたけどね。まあ、カイロレンとあとスノークが映ってないから、まあ、これエピソード1から6までね、シスの方たちですよね。まあ、ジャバザフトがね映ってますからね。これは、めっちゃかっけえと思って、ね、購入しました。まあ、女の子たちはね、鼻息を荒くしてまでね、スターウォーズのグッズをね、買い漁ってたっていうのはね、もうこれはね、エピソード7からね、9までの、まあ、新三部作のね、功績ですよね。エピソード6まではね、まあ、どちらかというと、スターウォーズ大好きなね、男子を冷たい目でね、見てたとは思うんですけどね。まあ、新三部作、まあ、今回からね、もう、主人公がね、女性、まあ、レイとかね、まあ、もちろんレイヤとかね、で、敵側もね、隊長の、まあ、女性ですもんね、ファズマもね、女性ですもんね。まあ、ファズマね、大して活躍しなかったのはね、まあ、残念でしたけども、まあ、今まではね、まず女性、まあ、お姫様扱いでね、守られてきたってね、印象でしたけども、まあ、まあ、キャリー・フィッシャーはね、まあ、バリバリに戦ってましたけどね、まあ、エピソード7からはね、まあ、他にもね、女性キャラがね、もう活躍しますもんね、女性のね、活躍が、まあ、顕著でしたもんね、まあ、どなたもね、素晴らしいですもんね、まあ、そこがね、女性に、まあ、受け入れたっていうね、まあ、思いましたね。一つね、マジかーっていうのがね、あったね。はい、残念なね、映画館、体験話ね。僕が座ってたのがね、まあ、前がね、
まあ、席が、前がね、広い、まあ、通路になってるね、まあ、前側の席だったんですけども、まあ、一番前のね、一番左にね、座ってたんですけども、まあ、すぐ隣がね、車椅子の、ね、方だったんですけども、まあ、その方ね、椅子に座らずにね、まあ、車椅子に、ね、乗っても、見てたんですよね。まあ、だからね、僕の前の、斜め前にね、座ってたことになるんですよね。だからね、その車椅子はね、前に出てる分ね、スクリーンのね、右端がね、見えないんですよ、もう僕が座ってる席ではね。だからね、もう右端がね、その方の顔のシルエットになっててね、うわー、マジかーってね、思いながらね、まあ、こう左にね、体を反らしながらね、見てたんですけどね、まあ、こうして見るとね、3D だからね、ぼやけるんですよね。だから、もう仕方なくね、もうこう右側ね、人の顔の、ね、シルエットのままね、見てたんですけどね、まあ、それはしょうがない。まあ、車椅子だからね、まあ、しょうがないと思うんですけどね。でもね、おい、上映中にガラケー開けんのやめろや。もうね、バッカバッカ開けてんのよ、ガラケーをね。だから多分ね、時間気にしてるんだろうけどね。でも、真横ならね、まあまあだし、もう、いや、真横でもね、まあ、いけないけどね。斜め前だから、まあ、余計気になるんですよね。もう顔でただでさえシルエットになってるので、そこで、ね、さらにガラケーが開くんですよね。ふざけんじゃねえよって思いますけどね。もうこれからね、もうシスがもうあと16時間で攻め込んでくるぞっていう時にね、いや、そっちの時間気にしなくていいからって、ね、思っちゃいますけどね。あとね、最初ね、まあ、いつものね、スターウォーズのテーマ曲とともにね、テーンテテーンテテ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 ーンってね、タイトルとね、ストーリーがね、流れていきますよね。もうそこでね、いきなりトイレに行くやつがいるっていうね。こうやって字読んでる時にね、サササササってそこで行くってもう呆れちゃうね。まあいいや、もうこれもね、まあいい思い出にしてきますよ。まあよくはないけどね、どうしようもねえなって思うけどね。ということで、映画館体験としてはもう散々でしたけども、スターウォーズ、スカイウォーカーの余計ね、ネタバレ一切なしで、僕の感想は、素晴らしかった。最高にね、楽しめたしね、すっごくワクワクしましたね。もう最高のスターウォーズ映画でしたね。エピソード7からね、こう来て、で、8で、敵と一気にないんで、ガーって来ましたね、ガーってね。まあ、エピソード8、最後のジェダイもね、まあ、そこまで嫌いじゃないんですけどね、コンセプトをね、白と赤のね、コントラストをね、代表されるようにね、映像美がね、素晴らしいですね。で、何よりね、スターウォーズをね、新しいものにしようと、変えようとしたね、もうその志がね、大変素晴らしかったんですけど、ねえ、まあいい意味でも悪い意味でもね、まあ、スターウォーズをね、ぶち壊したね、まあ、その最後の時代からね、どう持ち直してね、でどうね、完結させるかっていうのはね、まあ、そこ心配だったんですけどね、これはねもう見事としか言いようがないですよね、これね。まあ、多少のね強引さとね、駆け足かはね言いながらなかったですけどね、まあ、それでも良かったですよね。最後のジェダイで失ったね、ワクワク感がね戻ってましたね。もう見ててね、キャハーってね、もう声をね、上げたくなったらね、もう叫びたくなりましたもんね。もう本当楽しかったもんね。で、スターウォーズをね、新しい表現としてね、代表されるのがね、まあフォースのね、能力ですけどもね、フォースの能力もついにここまで来ちゃったかって、なりましたもんね。まあ、前作ではね、まあ、別々の場所でね、会話ができる、まあ、程度だったんですけどね、まあ、今作ではね、さらに飛躍してましたね。まさにね、魔法使いのレベルになっちゃってましたね。ここまで来たらね、なんかエピソード10になってくるとね、飛びますね。ライトセーバー戦がね、空中戦になってもね、おかしくないね。まあ、それはそれで見てみたい気もなくもないけどね。前あったね、クロニクルってね、映画でね、あれはね、なんか、後遺症をね、浮かす原理でね、それを応用して、自分もね、浮かせて、で飛んでたんですけどね、
これをフォースでね、やってね、まあ、自分自身をね、フォースで浮かせてで飛ばしてくるっていうね可能性が出てきましたね。まあどうなるかは分かんないですよね。であとねライトセーバーの新しい、見せ方ありましたね。まあ、でもこれは訓練のシーンかな。ライトセーバーねぶん投げてねでそれを、フォースで操ってねでブーメランのようにしてね、まあ、投げるんですけどね、それで、ね、ライトセーバー使って、自由に飛ばせるっていうね、あれ新しかったね。あの、ウルトラセブンのねアイスラッガーみたいな感じですね。でそしてね今回ね、現代がね、ライズ・オブ・スカイウォーカーってね、タイトルに、ね、ある通りねスカイウォーカー家の、ね物語が終わる、完結するっていうね、ストーリーなんですけども、まあ、同時にね、銀河系をね、暗躍していた、まあ、シスとの、ね決着でもあるんですよね。まあ、それもあってかね、まあ、旧作をね、彷彿とさせるね、まあ、シーンがねもう盛りだくさんでね、これはねやっぱね昔ながらねスター・ウォーズファンならねもう100ハーってね、ならざるを得ない。まああとね、泣くね。もうその絵が来ると分かっていても泣きますね。まあ、ちょっとこの辺ね、まあ、アベンジャーとねエンドゲームとねなんか近いものがありますよね。まあ本当ねラストとしてふさわしい、まあ、旧作オマージュとね同時にね、新時代のね、まあ、到来を、ね、予感させるもう締めくくり方でね、いやよかったですね。まあ、このね、エピソード7からね9はね、まあ、エピソードね4から6のね、まあ、強力な呪縛からのね、まあ、解放がね、まあ、テーマだったとね、思うんですけどね、まあ亡霊かな、まあ、あの方もね出てきますからね。まあ亡霊ですね。まあ新しいものとね古いものね、混在しましたからね。だからね、まあ、ここからね、ここからですよね、ここから全く新しいねスタイルウォーズが、まあ、今後どうなっていくか、まあワクワクでもねあれね、まあ、不安でもありますけどね、まあ、期待したいですよね。というわけでね、ネタバレ一切なしで、まあ、ネタバレ一切 なってないですよね。スターウォーズエピソード9のねスカイウォーカーの夜明け、レビューでした。もっと話したいですけどね、まあ、これはね、まあ、また後日ということでね、はい。まあいやでもあのシーンね、もう昔亡くなったねあのハゲたねジェダイマスターの、魂がねあれでね報われましたね。であとね笑えるシーンもね結構ありましたね。もうレイがねピンチの時に、ね、過去のねマスターたちがね頑張れ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 って言ってたのがねおかしかったですよね。ガラケーのね邪魔さえなければねまあ最高でしたね。まあ、皆さんもね、映画館で見るときはね最低限のね、マナーはね守りましょうね。はい、ではまた。結局ね最後のジェダイで出てきたねベニチオ・デルトロのキャラね、あれマジでクソキャラのまま終わっちゃいましたね。下手するとねジャージャー・ビンクスより最悪キャラになる可能性もありますよね。であとキャレイ・フィッシャーね、なんか最後のジェダイはねクランクアップの直後になんか亡くなったらしいんでね、だからどんだけ今回ね出てるのかと思ったらで注目してたんですけどね、CG じゃないよねって思うからね結構しっかり出ておられたんでね、これどうやってんだろうって思ったんですけどね、いや本当映画ってすごいなって思いましたね。